南房はオーストラリアのクイーンズランド州南東部にある町。州都ブリスベンから北へ1 0 1トルのサンシャインコーストの内陸部ブラッカル山地の麓のところにある。2006年国勢調査時の人口は13,800人。以前にはマルチ地域の主婦が置かれ、今もサンシャインコースト地域の行政の中心になっている。南房という名はアボリジニの言葉で、 ブラシの貴族シダレハナマキという植物を指すナーンバが点火したものである。南房には1870年にマシューキャロルによって最初の植民が行われた。その当時、町はペトリーズクリークと呼ばれていた。その後、1890年にマルチ地区委員会が設立され、1891年にはノースコースト線が延伸され南房にも達した。それに合わせて、 ペトリーズクリークは南房という名の家畜駅にちなんで南房と解消した。町内のミル、カリー、ハワードの各通りの中央分離帯にはかつてクーラム、トラムが通っていた。トラムは1920年代初頭には旅客と砂糖キビ輸送の目的で使われていた。トラムはモートン中央、砂糖キビ製糖工場、トラムウェイの一部を形成したが、今では線路と 信号証明が残されるのみである。町の近くには1990年11月にブルースハイウェイが開通した。南方の主要産業は生島で、郊外には広大な砂糖キビ畑が広がっており、町の中心部にはモートン生島工場があった。しかし工場は2003年に閉鎖され、この地域一帯の生島業の行く末は確かでない。その他の産業として観光業や トロピカルフルーツの生産が挙げられる。街の南の外れには、ビングパイナップルという観光名所があり、これはその2つの産業を反映している。南房には他にも、ビッグマカダミアナッツの像などがある。南房は、テニス選手のパトリック・ラフターのデビュー戦が行われた、ことでも知られる。彼が16歳で、ジュニア選手権優勝を決めたとき、 地元のテニスクラブの壁には彼の名が記された。すると彼は全米オープンで2度優勝を果たした。彼の家族は今でも地区の有名人で敬愛されている。南を出身の有名人としてナショナルラグビーリーグ選手のビルスレーター、クリケット選手のアシュリーの服、プロサーファーのジョエル・パー・アーキンソン、スティーブ・アーウィンの娘のビンディ・アーウィン、元首相のケビン・ラット、 元財務省のウェインスワン、1991年の全英オープンに優勝者のヤン・ウェイカー・フィンチ、ロックバンドのパウダー・フィンダーのドラム担当のジョン・コグヒル、クイーンズランド・ブルズの打者のリー・カーセル・ダインなどがいる。ケビン・ラット、ウェインスワン、そしてクイーンズランド・ナショナルズの副首相のフィオナ・シンプソンは南某州立高校に通っていた。ーーのオリジナルバージョンには、 南某の地名も出てくる。クリスチャンウォ音楽のバンド、ニューボーイズのドラム担当のダンカン・フィリップスは南某で、生まれた。ケーンとランウェイズ・オブ・モレトン・セントラル、ミル・シーオーデリミテッド・シングルトン、CCO ・オーストラリアン・レールウェイ、ヒストリカル・ソサエティ・ブレティン、オクトーバー、1957ピアニッシモ153から157、ビッグ・マカデミア、 トラビルメイト、2010年4月19日閲覧。イナフロープウィズ、アンドリュー・デントントランスクリプト2010年4月19日、閲覧。キャロリン・タッカー、ハイマイティナンバー。ザ・テイリー、2010年4月19日閲覧。ありがとうございます。